はい、皆さんこんにちは。今回はですね、フォロワーさんと楽しく奥多摩周遊道路までツーリングしてきたので、その様子をご覧ください。まず待ち合わせしたのはですね、埼玉県鶴ヶ島市にある大きなベイシアの駐車場です。まずここに向かいますね。他にもね、人が集まるかわからなかったので、こう1時間ねくっちゃべってから奥多摩に向かいます。結局2台で行くことになりました。奥多摩にね向かう途中、市街地を抜けていき、前回も通った飯能を抜けて成海道の隣の道、都道193号線のですね、下畑戦畑線をね走るんですが、この道もねめちゃくちゃ楽しい道でですね、奥多摩に向かうときや帰りのときにね走るのもいいかと思います。速度のね出しすぎにはもちろん気をつけて走っていきます。意外とね長い距離なので、2倍速にしてね、どんな道かね見ていきたいと思います。最初はですね、民家が多くてですね、直線も長い緩やかなカーブなんですよね。やっぱね車の通りも正直多いです。なのでね、他の車に配慮しながら走っていきたいと思いますね。この緩やかなねカーブが抜けたところで、ここでいきなりね急なカーブが出てきます。道幅はねあるので安全だと思いますが、飛ばしすぎには注意ですね。先ほども言いましたが、民家もあるので迷惑になってしまいますから、配慮のある運転で走っていきます。とりあえずですね、事故にはならないように気をつけて走ってます。こうね改めて見返してみると、ほぼコーナーだらけでですね、意外と楽しいですよね。でこの先にですね T 字路があるんですけど、それを右折すると成木街道に合流します。でこの道をですね、まだまだ登っていきますね。登りながらのカーブを曲がってワインディングを楽しんでます。バイクもね意外と多いですね。でこのね登り切って下るとですね、意外とねタイトなねコーナーが出てくるんですよね。このタイトなコーナーが続くんですけど、下りはですね気づくとスピードが出てしまうので、気をつけながらねワインディングを楽しんでいきましょう。この道はですね、やっぱ知ってる人が多いので、バイクとかもね多いので、飛ばしすぎて反対車線出ちゃうと正面衝突ごっちんこしちゃうのでね、その辺は気をつけましょう。でも本当ね道路はねすごい綺麗なので、本当走りやすいですね。穴ぼことかね輪立ちもないので、フォロワーさんもね楽しそうな感じで走ってくれて嬉しかったです。はい、ここでねこの道を抜けると青梅街道に合流するんですけど、平日やですね土曜日はダンプカーが多く走っているので、思った以上に時間がかかってしまうと思います。この青梅街道ねずっとまっすぐね道なりに走っていくと、奥多摩湖に到着するんですけど、途中にですね正門というね信号があるんですよね。そこの T 字路で、都道45号多摩川南岸道路というね道があるので、そこを左折すると少し早く行きますが、トンネルが2つあるんですよね。その2つ目のね愛宕トンネルというトンネル、長いトンネルがあるんですけど、そこでですねスピードの取り締まりをしている時があるので、通る方は気をつけてください。のんびり走っていくとですね、細かいトンネルを抜けていきます。
奥多摩湖にね近づいていくとですね、トンネルもですね、昔手掘りした感満載のですねトンネルがあるんですが、ちょっとね不気味さは感じますね。夜などあんまり通りたくないですよね。めちゃくちゃ怖そうですよ。でね、冗談を言っていたらですね、もう奥多摩湖に到着しました。はい、ここをですね左折していきますと、目の前が奥多摩湖ですね。まあここ奥多摩湖なんですけど、別名小河内ダムと言いますね。はい、ここ右側にはですね施設があって、ここに駐車場があるんですけど、こちらに止めずに奥にねまた駐車場があるんで、そちらに止めました。まあ奥多摩のね、あの峠ステッカーはこちらの施設の方に置いてあったので、ちょっと失敗したなって思いましたね。まあ今回買わなかったんで、また次回来た時に買おうかなと思います。にしてもですね、この自然豊かなダムいいですね。景色最高でしたよ。天気も良かったですよね。はい、ここでですねこの駐車場に停めてですね、また小休止をしてました。まあ本当ね暖かくてねいい日でしたね。緑も綺麗 で売店もあったので、ここでジュースを買ってですね、再度出発します。休憩した駐車場から奥多摩市有道路までですね、だいたい10分から15分ぐらいで到着はします。奥多摩湖にね沿った道もコーナーがね続いて、楽しいワインディングロードになってますね。道だけではなく景色をね見ながら楽しく走れます。走行しているうちにね奥多摩周遊道路に着きましたので、都民の森に向けて走っていきたいと思います。川の駐車場からですね都民の森までだいたい距離でいうと 15.7 キロ、で普通にね走ってると21分かかってしまうので、高速再生してどんな道かね見ていきたいと思います。それでは行ってみましょう。ですね、この辺でスピード取り締まりしているので、走られる方は気をつけてください。月読み第一駐車場でですね、眺めがいいのでちょっと寄ってみました。
ゃめちゃ眺めいいですよね。ということで、ここからね、また都民の森に目指して走っていきたいと思います。
ことですね、都民の森に到着しました。まあ、この時はね、たまたま駐車場アイスタンで横並べでね止められました。まあ、ちょっと見てここからまたすぐにね戻ります。はい、ということですね、お腹が空いたので周遊道路にある山のふるさと村で昼食をとりました。僕はですねカツカレーをいただいたんですけど、フォロワーさんにねご馳走になりました。ありがとうございます。ということでですね、奥多摩周遊道路で楽しんできました。行ったことがねある方は楽しいってわかると思うんですが、行ったことない方はねぜひ一度は走ってみてください。本当道は綺麗でね走りやすいです。こちらのチャンネルではですね、鈴木スイフトスポーツに関する動画、ドライブ動画、 DIY 動画など発信していますので、面白かったよとかね参考になったって思っていただけたら、チャンネル登録高評価をしてもらえるとモチベーションも上がるのでよろしくお願いします。それではまた次回の動画で、バイバーイ。